はい、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあもう平面何切るやっていきたいと思います。トン1曲、トン茶3巡目、マンズの形が4578、ビンズが3445679、ソーズが345ということで、いやこれはもうすぐリーチいけそうですね。ものにしたいね、30目だし。ものにしたい、これチャンス手だ。今日親か、いいシャンテン、親です。これ決めたいね。というところで皆さん何件が決まりましたか？はい、はい、はい、じゃあ一人ずつ聞いていきます。タゴケンくんはバーバー勝負出たね、強気だねはい、で向井は僕スーピンです。スーピンで、メイウェザーがキューピン割れたね。でジェフが3ピンですね。まあじゃあタゴケンから聞いていこうか。ワンギーの理由なんだけど、今3巡目で、まあ、シャンテン戻しが一応肯定される時間帯かなっていうので、まあ、Q1 引いた時に、まあ、そんなに、まあ、ピンフ面ピンぐらいなんだけど、まあ、やっぱドラとか役付け単葉とか役付けたいなっていうので、まあパーワン切りっていうのを考えました。はい、いや強気だね。だからドラ使い切るか単品にするかってことか。そうね、あんまよくば三色を見たいなみたいなね。あ、差し子ね。なるほどね。だから超打点派ということで、じゃあ次向井、スーピンか。はい、僕も同じくまだシャンテン戻ししてもいいかなって。60目だったらあれなんですけど、30目なら結構強気に高打点狙いに行きたいっていう前提があります。ほんでまずドラが9ピンなんで、ここは外したくないなと。っていうのも C1 パワー1が単野を確定じゃないから、まあ、Q1 引いてきた時のピンフドラ1、まあ、3色になるかもしれないけどピンフドラ1結構しょっぱいなって思っちゃうんで、9ピン切るのはないかなと。ほんで3ピン切っていいシャンテン取るのも、まあ、差し子もなくなっちゃうし、まあローアン引いて3メンチャーなっても9番引いたらしょっぱいしみたいな、なんかこれも美味しくないなとってなったら、実はこれ3色の他にも1通もあるなって思って、であれば2ピン切って差し子もそして1通も見れる、で中1パワーがジャントになれば単品もいけるみたいな、なんか結構柔軟な形に取れるかなと思ってスーピン切りを選択しました。なるほどね、確かにいろいろ選択肢が取れるのか、スーピン切り、まあ、どこまで許されるかってことか。そうだね。なるほどね。じゃあメイウェザーの、9ピン、ドラの9ピンなんだけど、まあ、9ピンを切れば、まあ、現状今単野がつく、だから、まあ、9ピンは縦に重ならない限りは切っちゃっていいのかなと思って、で切ってもしまあ、G1 パワー1とか重ねたらそっちでが頭になるから、なんか思ったより単野になる確率は大きいのかなって思ってる。でもう一個三色がちょっと見えるかな、差し子の三色が見えるかなってところで、それも9ピン切っとくと G1 パワー引きとか、まあ、2ピンとかローピンチーピンとか引いたらそっちを頭に使えるから、なんか差し子の三色まで見えるし9ピンが一番いいのかな。であとまあ、シャンテンを落とさず攻めれるから、まあ親で早く上がれるかつ、まあ、高い打点も見れる手かなと思って9ピン切り。なるほどね、ちょっとなんかみんなそれぞれ理由があってどれもよく見えてきたけど、ジェフは、まあ、3ピンって言ったんだけど、まず考えたのがやっぱ親なんでシャンテンは戻したくないなと思って、でそれでも3ピンか9ピンになったんだよね。で、まあ、9ピン重なれば超チャンスになるし、まあ、バンズが、まあ、両面で埋まれば普通にピンフでリーチが打てるっていうので、まあ、親の両面リーチは相当強いと思うんで、まあ、そこを一番重視して3ピン切りかなという感じですね。じゃあシミュレーション結果見ていきますか。ピンなんだ。ピンね、シャンテン落とすんだ。シャンテン落としていいんだこれ。だいぶ期待値差あるね。本当だね。300、スーピンの期待値が4167点で、時点で9ピンドラ切りだね。シャンテン落とさないパターンか。で3800点なんで367点。明確にスーピン切りがいいんだこれ。ちなみに上がり確率はスーピンが 34.73%、
転廃確率が 86.60% に対して、キューピン利用は上がり確率は 41.90% ということで、まあ、7% ぐらいやっぱ高いんだけど、転廃確率も、まあ、キューピンの方が低い、低いんだ、キューピンの方が高いんだ、これ転廃確率は。空気とかも含めると数ピンの方が転廃しやすいところなんだね。え、そういうことか、なるほどね。で、時点が C ピン、 C ピンっていたっけ、いたるみね、いたるみ、チーピン、あ、どこ来た、C ピンギリC ピンギリなんだ、これ全く想像つかなかったけど、はしごの目を残してるだけ、なんか数ピンの完全介護感に見えるけど、そんなもんない。でも実際の数値的にも介護感、なるほどね、そういうことか。で、次に3ピンで、タゴのパーオファーいい感じの受け入れ枚数広いから受け入れ枚数めっちゃ広いじゃん、パーマが受け入れに入るって言ってるくらい本当だ、受け入れ確かにめっちゃ広いな。なるほどね。で、気になるこれ順目だよね。順目で言うと、数ピンがピンク、2番目が9ピン、3番目が C ピン、4番目黄色が3ピンで、濃い青が G1、 ここが6巡目で逆転するんだ。やっぱ2列目からシャンテ落としは良くないよっていう話だよね。なるほどね、そうなんだ。ドラは基本1列目は持っといた方がいいんだね。あ、確かにね、そういう見方もあるね。7巡目から数ピンより3ピンが良くなる。8巡目だね、8巡目でほぼ並び、ほぼ同じか、9巡目で3ピンの方が良くなるね。だから2列目の真ん中か。なるほど、ここまで来たらシャンテン落としはもう明確にできない、うん、ってことだね。まあでもこれあれじゃない、うん、3色あるから。そうだね、だ3色分3ピン期待値が、あ、切ると期待値が下がるってことか、うん、気するよね、うん、そうすると、じゃあ例えばこういうパターン、そうだね、4ゴロだとできちゃうから、ゴロチなら。そうだよね、うん、これだと、これだとなんだろう、あ、数ピンは数ピンなんだね。あ、でもだいぶ縮まったね、期待値は。本当だ、50点差だ。で、3ピンも相当期待値上がってきたね。3番手になってて、さっきはチーピンだったんだよね。そうそうそう、チーピンはいなくなっちゃったよね、うん、ここになってて、あ、さすがパーパー上がってきた、まあ4番手まで上がってきてるね、うん、この手だと3式はまあ明確に見れないんで、とは言っても数ピンなんだこれでも。で、順って見るとすごい、3巡目までだね、許されるのは数ピン目が、はいはいはい、4巡目でも9ピンが逆転してる、うん、なるほどね、6巡目で3ピンが逆転してるね、だいぶ前倒しになったね。そうだね、ちなみに数ピン切って E ピン持ってきたこのピン図で一通が見えるパターン、これ何切りますか、向井くん。はい、あのこれ実は僕の実戦譜なんですよ。そうだよね、はい、で、はい、数ピン切って E ピン引いてきて、親で点数結構持ってたんですね、だからちょっともう強欲になろうかなと思って、うん、これ G1 パワー落としました。やめ落としね、やめ落とし、3色と1通どっちも見ようっていう、強欲だね。ちなみにメイとタコは何切る？ E ピンだね。2ピン切るだろうな、やっぱ普通の2役上げてもさ、ピン風の1役なくなるからさ、だいたいね、まあね、いやねえよそんなの強欲しか上がんないからね、カンちゃんで確かに間違いねっていう、はい、またもうそこれで計算実行してみてみると、ちなみに、まあ、E ピンです。あれパワーはまあ時点9ドラ切りか。でそのパワーと泣きが考慮されてないです。これ逆にみんなに 見てほしいのは、上がり確率も転廃確率もそんなに低いのに4000点ぐらいあるっていう、この打点当たった時がでかいよって魅力を感じてほしいなって僕は思ってますそうだね、でもね、はい、これね1個、まあ、補足すると、リャンピンとパーピンが確かね1枚ずつ切れてた、第何回かでやった2枚切れ弱弱理論普通2枚切れは相当弱いっていう理論、やべえ生かせよ何も生かしマニーチャンネルをもう一回見直して勉強しようかなと思いましたね。じゃあ江澤くん、まとめをお願いします。はい、まあ、今回学んだのは、
シャンテン戻しのタイミング、今回で言うと点数が結構大きくなる場合でも1列目までシャンテン戻しは許される、それ以降はしない方がいい。だから今回で言うと差し子の端式が見えるから、そういう時はシャンテン戻しは、まあ、スーピンギルのシャンテン戻しは6巡目までです。まあ、あと他にもね、ドラは点数アップの目があるから基本残しといた方がいい、ね、以上。はい、ということで、はい、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。バイバイ。